こんにちは、まーです、消滅都市2やっていきたいと思います、今日はですね、こちらバレンタインガチャ引いていきたいと思います、まずはねラインナップ確認していきましょう。レーンガチャで1体確定、出現率4倍、感謝の思いを込めて千代、この思いを伝えるためにかよ、この2人が星6かな。なるほど、千代ちゃんのリーダースキルはまた特殊ですね。でもスキルはリーダーと助っ人のスキルターマイナス2、敵現在の HP を 30% 減らす、その後引き換えに回復力、あ、なるほど、リーダースキルと連動してんだ、なるほどね、なるほど、これは結構いいね。でかよちゃんは、3.2 チェインでさらにアップして90で4倍か。でチェインアップ10、攻撃力3倍を1回か。あ、さよ。さよさんも星6。2.5、超越系で 3.25。回復力ダウン解除&攻撃力 1.3 を10連射。連射系か。で、ほのか。0.5、12連射。ランコ、なんかそんなにこれ個人的に魅力感じないんですけど、どうだろうか。下手したらこういう星4の方が優秀かもしれない、ね、あ、片思い女子マリコ、これいたね、前も。なんか覚えてます、この人。病弱少女ミワっていたっけ？あ、ショコラプリンセススミレはいた。あ、このアイジちゃん私持ってる。オッケーオッケー、やってきますか。ではいきますか。4倍がどれほどのものなのか、いきます。5連、いいだ、長いねやっぱ。お、あ、出た、ほのかちゃん。お、持ってないんじゃない。あ、持ってるわ。え、変態みたいの出てきたんだけど。チョコレートナースマホ、へえ。うわ、なんでブリーダー出てきた。あ、持ってない、しおり。あ、終わったわ。あ、でもこの辺ロックしよう。これも一応情報は揃えて。はい、ということでね、5連です。3つバレンタイン魂が来たということで、どうなんだろう、まあまあなのかなね。そのうち2枚が星5だったかな、関係なかったけどね。はい、まあそんな感じでバレンタインガチャ引いてみました。多分これはもう引かないかな、なんかそんな。いや、わかんない。本当は強いのかな、私はちょっとわかんないけど、この辺にしとこうかな。はい。ではご視聴ありがとうございました。あ、よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。ありがとうございました。